インストールは、綿谷リサの中編小説。2001年、第38回文芸賞を受賞した当時17歳の作者のデビュー作。同年11月、カーディショ防震者より単行本が刊行され、発行部数50万部のベストセラーになった。2003年3月に水木美男の手によりコミック化され、講談社から出版された。また、同名の映画作品は、 2004年12月25日より、シネリーブル、池袋他全国にて上映された。受験戦争から脱落し、登校拒否時となった、女子高生、野田朝子。彼女はふと部屋の大掃除を思い立ち、部屋にあるものをすべてマンションのゴミ捨て場へと運ぶ。しかし、亡くなった祖父からもらったコンピューターだけが捨てられず、久しぶりに電源を入れようとするが動かない。 ようやく決心がついた朝子はコンピューターを持ちゴミ捨て場に運びその場に座り込むその時たまたま通りかかった小学生の男の子はゴミ捨て場で座り込む調子を見て声をかけるすると調子は捨てた家具の中で欲しいものはないか聞き少年はその壊れたコンピューターを欲しがりそれを譲る数日後調子は同じマンションの住人の女性から試着品下着をもらい 調子の母はお礼を渡してくるようにと調子に図書カードを託す。朝子が同じマンションに住む女性、青木の家を訪ねると中から現れたのはゴミ捨て場で出会った少年だった。彼はコンピューターを直すことができたと打ち明け、朝子が家の中へ入るとコンピューターは彼の部屋の押し入れの中に入っていた。すると彼は調子にコンピューターを使った風俗チャットでのアルバイトを 持ちかけてきた。それは、少年、数吉のメル友である、売春婦、雅が日中、子供の世話で忙しいため、その時間帯に来た客を相手にチャットをするという、ものだった。調子はそれを引き受け、翌日から早速働き始める。チャットを介して様々な人と会話を交わしているうちに、調子の心は徐々に変化していく。 文芸賞選考では4人の審査員に絶賛され、満場一致で受賞。第15回三島賞選票では、福田和也は、和者の意識の構成、エピソードの契機の仕組みといい、きめ細かく構成されていて歌詞がなかったとして、同じくインターネットを主題とした、安倍和也、日本ニア日本よりも高い評価を与えている。インストールは、和田やリサの同名小説を映画化したものである。 監督は、テレビのシーンや番組などを手掛けてきた方を家系で、この作品が、劇場映画初監督作である。PG-12 指定作品。第17回東京国際映画再コンペティション、部門出品。国内での興行成績は不振に、終わり作品的評価も高くなかった。生徒である高一と付き合っている。朝子が長期間学校に来ていないことを泣きじゃくりながら、 電話で傘恵みに伝える。ありがとうございます。